皆さんこんばんは。今日はガチマッチとルービックキューブどっちが早く終わるのか選手権を開催したいと思います。何ですかこの企画は。私ルービックキューブを小学生ぐらいの時に買って、ルービックキューブについてた説明書をめっちゃ読んで練習したんですよ。あ、足りねえ。そうそう。で、6面完成させられるようになって、ちょっと今日はそれを披露しながら、試合が終わるまでに完成させるか、させられるかというところを応援していただけたらと思います。勝つのが理想だよね。試合に勝つのが理想だし、試合より早く完成させられるのが理想だよ。え、届け。あー、うちかーい。壊されそうだね。なんか塗り跡あったよね、今。ビーコンに飛ぶのやめよう。いた。めっちゃいる。豊富にいるぞ。やった。インクがないよ。そっちにいんのか。あー、ナイス。いいよ。どうかな、ルービックキューブの調子どうかな。一面は完成できてるといいんだけど。よしよし。ルービックキューブってできたからって本当にどうってことなくて、なんだろう、学校に持っていけるわけでもないし、ひたすら、なんだろうね、ただ自分で楽しんでたかな、その時は。でもやっぱりこんな世の中なので、こう見ていただける機会があるんであればね、せっかく覚えた幼少期の幼き頃の私を活躍、スポットライト当ててあげたいですよね。やばいな、ジェッパ。後ろから来てる。どうだ、アーマーついとんな。結構遠く行ったね。届かない位置から縦振りをしよう。ナイス、強いぞ。あ、見てる、超見てる。あ、違う人に打っちゃったよ。ジェッパーうまいよね。あとジェッパーの人と誰だ。この位置結構お気に入り。いろんなとこの敵に対応できる気がします。へえ、やった。どうですか、ルービックキューブ終わりましたか。編集の時に結果を発表したいと思います。エリアも勝ててよかったですね。では短い動画でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。